皆さんお茶。ということで、本日もね、やっていきたいと思います。で、今日はですね、えー、移動日ということで試合がありませんで、明日からカブス戦ね、3連戦が始まるということになりますので、まあ、そちらのちょっとね、えー、情報は後でね、ご紹介しますけども、まずですね、昨日、大谷翔平見事、第1号ホームランね、出ましてね、よかったねという話で、でそのボールがね、戻ってきて、で、ファンの方にはね、3入りのね、え、グッズが送られたっていうことで、 まあ、ファンの方もね、いい人だね、みたいな話で昨日してたんですよね。ただ今日またその騒動みたいなのがね、出てきまして、まあ、あの方がボールをね、ゲットしたわけじゃないですか。で、その後にセキュリティにね、えー、連れて行かれて、で、ボールを返却するのかどうなのかっていうことでね、まあ、やりとりをしている中で、まあ、結構こう圧力を感じて、もう手放すしかなかったみたいなね、状況になってしまったということで、 で、結局、まあ、昌平とも会えなかったということらしいんですよね。っていうので、えー、アスレチックとかですね、ドジャースネーションが、まあ、取材してですね、インタビューしてみたいなことでね、えー、情報としては出てるわけですけども、まあ、最初はですね、えー、翔平にサインをもらって、そのボールをね、えー、認証してもらってというか、まあ、このボールはホームランボールですよっていうね、シールがホログラムで貼られるんですよね。で、その状態で、ま、売ってたりするんですけど、いろんなボールがね。だこの日に、誰から、 えー、大谷翔平がヒットを打ったボールとかってね、認証すると、ホログラムを読み込むと、データで出てくるんですね。それを貼ってもらわないと、まあ、そのボールというね、証明がされないので、まあ、大体ちゃんとね、他の選手が例えば、メジャー初ヒット打ったとかもね、ベンチに戻ってきますよね、ボールが。ですぐ、えー、そういうね、ちゃんと、まあ、シールかなんか貼って、わかんないくならないようにしてね、そういう作業をやってるわけですけども、まあ、そのシールを貼ってもらって、で、翔平にサインをもらってね、 それを持ち帰ることはできるかって言ったらしいんですよ。聞いたらしいんですよね。そしたらそれはできないっていうのと、で、まあ持ち帰るなら認証できないみたいなね、ことも言われたということなんですよね。で、まあそのね、記念品と交換するみたいなことになって、で、大谷翔平と会えるのかっていうことを聞いたらですね、それは不可能だと言われたということですね。だからこれもね、どういう判断なのかわかんないですけども、とりあえずそこで言われたと。で、まあ、 後悔していないということではあるらしいんですけどもね。もう少し温かい、こう、気持ち、対応っていうのが欲しかったな、みたいなね。まあ、ドジャースファンなわけですから、おそらく前からね。だから、そういう感じで、まあなんかちょっと嫌な思いになっちゃったな、みたいなところでしょうかね。まあ、ボールをね、獲得した、ゲットしたってすごいことなんだよね。確率的にね。だけども、まあそういう気持ちで帰ることになっちゃったっていうのはちょっと残念ではあるわけですよね。で、ボールを獲得した、まあ女性ですよね。ゲットした女性と、あとはね、旦那さんもいたのかな。 で、友人たちもいたのかもしれないんですけども、要はその女性一人でね、その交渉の場というか、どうするんだというところに連れて行かれて、旦那さんとか友人とかは、まあ、話されたっていうことらしいんですよね。だからそれもね、やっぱりプレッシャーを与える原因ではあったろうし、ただ返してほしい側ね、あの、ドジャース側のね、からすると、まあ一人の人間がいて、二人の人間になると、二、まあ、人の意見が、えー、出てきちゃうので、 だから、取った人との交渉をね、したいというか、まあ、そういうイメージもあると思うんですよね。二人、三人って人間が増えていくと、それでいいのか、それじゃ安いんじゃないかっていうね、えー、話にもなってきますし、あとは価値がね、どの程度なのかとか、分かってるか分かってないかでもね、だいぶ変わってくると思うんですよね。だから、その状況になって、で、帰ってきて、現実を受け止めて、で、あれだけ価値があったんだなっていうのがだいたい分かってくると、 ああ、ちょっとねっていうね、感じも、まあ出てきちゃうのかな、なんていうふうには思いましたけどもね。ただそこもやっぱり、こうね、まあ旦那さんぐらいは一緒にね、隣にいてどうするのかっていうのは決めさせてあげた方がよかったのかな、なんて思いますけどもね。まあ例えば僕が個人的にそうやられたらね、ちょっと非常に嫌だもんね。うん、自分に置き換えて考えればね。だからそこでしっかりとやって、で、しっかりと対応してれば、まあ問題はなかったのかな、とは思ったんだけどもね。 だから、ドジャースの対応が、これがデフォルトなのかっていうのがちょっと、わ、うん、かんないんですけども、まあ、大体基本ね、他のところで、まあ、見てるイメージだと、まあ、記念球をね、もらって、で、あとはサインボールと、まあ、サインバットとかを渡して、で、一緒に写真撮ってって感じじゃないですか。まあ、合わないっていうパターンもあるのかもしれませんけども、 だから、まあ、この後もなんかね、まだ話が続いているみたいなことも書かれているので、まあ、ちょっとね、えー、昨日どういう状況だったのか正直わかんないので、まあ、そっちのそのね、交渉してる側がもう、こういう感じで行こうっていうことでね、うん、もう勝手にやっていて、それで、ま、あ返してもらえたっていうね、えー、事実だけ出てきて、で、あのインタビューになったのかなっていう話でね、そこのインタビューでも、 直接会ったとはまあ言ってないんだけども、まあ昨日の感じで見ると、あ,あ渡したのかなみたいなね、こっちは受け取っちゃったわけですけども、ただまあその直接自分で会ったと翔平はね、えー、だからそこを考えてみれば、言ってないのでね、だ球団側がこう手配してくれて返してもらえることになってっていう感じのね、えー、ニュアンスだったのかなとは思うんですけどもね。まあなのでそれもね、多分交渉のあれも、まあ試合中に行われていたとは思うんですよね。 だから、まあ、どういう感じで翔平にその状況が伝わっていたのか、まあ、伝わっていなかったのか、ちょっとわかんないんですけども、まあ、一番いいのは、その、まだ話をしているってことなので、まあ、時間があるとき、まあ、昨日は多分、終わった後遠征に行かなきゃいけなかったりとか、いろいろとあったので、 まあ、会う時間が作れなかったのかもしれないし、もしかしたらね。まあ、そもそもね、えー、球団側の交渉で勝手に会わせないということにもう決まっちゃってんのかもしれないしね。その辺はちょっと、えー、ドジャースのことわかんないんであれなんですけども。まあ、もし別にね、会わせるということが可能であって、大谷翔平が別にね、えー、何らかの理由で直接会うっていうことを嫌っていないのであれば、まあ、後日、えー、手配してあげれば、まあ、なんとなく済むのかな、なんて思いますけどもね。昨日も言ったんですけども、 あのボールってすごい価値はあるわけですよね。まあ、僕もいろいろと集めてるからわかるんですけども、まあ、すごい価値があるんだよね。だから、あれを取って、まあ、持って帰るっていう選択肢も、まず与えてあげればよかったなと思うんですね。その認証のシール貼ってね、持って帰るという選択肢も与えた中で、まあ、どうするかっていう考えをね、ええー、ま、考えさせてあげた方がよかったなって思うんですよね。その、貼ってあげないっていうのはちょっと、うん、あれなのかなと思うので。で、その中でも返してくれるというのであれば、 まあ、あの、上げたグッズっていうのは別にあんな感じだと思うんです、正直ね。まあ、僕だったら実仕様のユニフォームとか、まあ、バットはあれなんか汚れてたから練習で使ってるのかなと思うので、まあ、あのバットが一番価値あるかなって思うんですよね、あの中だとね。まあ、サインボールとかだったらまあ普通に買えますし、あとサインの入った帽子は彼が被ったものであれば、ま、結構な価値になるんですけども、まあ、支給されたものだった場合はそんなにあれなんでね。うん、まあ、価値はね、でも、 何十万ってなりますけどもね。ただ、あの中だとバットが一番高いかなって僕は思ったんですけどもね。ただ、試合で使ったバットですよっていうものにサインをもらって、えー、くれるのであれば、まあそういう方がいいしね。あとはユニフォームとかね。うん。彼が使ったものにサインっていうのだと、まあ価値が上がるというか、まあもらったら個人的には嬉しいなと思うので、まあそんな感じなんですけども、まあそうじゃなくて、あの、ボールに対してのもので返してもらう価値っていうのは絶対釣り合うわけがないんですよね。かなりのね、価値なので。 ただ、そこに、大谷翔平が本人が来て、まあ、ちょっとなんか話して、で、返してくれてありがとうみたいなことで、で、持って、えー、そのね、記念品、交換する記念品を渡して、で、一緒に写真を撮る。このま,ま時間がプライセレスなわけですよ。それがまあその価値をね、生んでるので、まあ、そうすると、まあ、もらったものの価値としては、えー、渡したね、あの、ホームランボールよりは低いんだけども、彼と会って、ちょっと話して、直接ね、 で、写真撮れて、で、物をもらったってなれば、まあ、それでね、あの、文句言う人は誰もいないと思うんですよね、正直ね。だからそこが一番大事なところが欠けちゃったから、まあ、えー、こういうなんか残念な気持ちにさせちゃったのかな、なんて思うわけですよね。多分サインボール1個、えー、バットが1本であっても、彼が直接会って写真を撮ってちょっと話したっていう状況であったら、 誰でも満足だと思うんでね。昨日も言ったけど、そこがやっぱ大事というかね、うん、大切な部分ではあったのかなと思うんだよね。でそれがどうして実現しなかったのかちょっとわかんないんですけども、僕のイメージだとその、まあ、えー、交換するときはそういうことになってるイメージなんでね、うん、基本的には、えー、イジョンフとかもなんかやってましたしね。うん。だから、まあそれをね、後日やってあげられればいいのかななんてちょっと思うわけですけどもね。それで文句言う人は本当に誰もいないと思うのでね。 昨日は何かしらイレギュラーでそれができなかったのか、もしくはドジャースではそういうことは対応していないのか、もともとね、か、えー、まあ勝手にそっちのね、セキュリティでこう、交渉してる段階で連れて行かれた段階で勝手にそれを言っちゃってるのかは分かんないんだけどもね。まあ、可能なのであれば後日それを実現してあげたら、まあえー、喜ぶかなと思いますけどもね。まあ、そんな感じで思いましたけどもね。だからそこがね、あのー、個人的に思うんだったらそこが欠けちゃってたから、 まあちょっと残念だったのかなっていうところでしょうかね。ということで、まあね、えー、そういう感じでいろいろとね、まあ対応の仕方で、まあ結構圧力を感じて、まあなかなかね、なんか残念な気持ちになっちゃったみたいなんですけどもね。だからファンの方をそういう風にね、えー、しちゃったっていうのはちょっと、えー、残念なのかなとは思うので、まあそこの対応もね、しっかりとまあ今後、えー、どういう形でっていう話でね、うん、やっていった方がいいのかもしれないし、 まあただそれがチームとしての方針というか、ドジャースの方針だったら、まあそれはしょうがない。前からやってるんでしょうがないことだと思うんですけどもね。ちょっとまあその辺が、え、欠けちゃってたのかななんて思いましたけどもね。まあただ、個人的に考えたらやっぱりね、会えないとか、うん、そんな感じだったらあれかな、ね、自分で持って帰っちゃった方がいいかもしれないなっていうのもありますけどもね。その認証されてなくても、 まあ自分が取ったという事実は変わらないし、あれがドジャス1号のホームランっていうボールだっていうのは自分の中では変わらないから、まあ別に売ることができなくね、難しくなりますけど、売ると考えればね。ただ売らないで自分で持ってると思えば、まあ自分の記念にはなるんじゃないかなとね、素晴らしいね。うん、そういう考え方もできたかとは思いますけどもね。ただまあ、えー、商品に返すというね、選択肢も素晴らしいことですし、まあそれを取ったんですけどもっていう話なんでね。 まあやっぱりさっきから言ってるように後日何かしらね、えー、実現できたらいいのかなとは思いますけどもね。まあ今後どうなるかっていうところですけども。ただまあこういうことも結構ね、えー、出てくるというか、やはり注目度が高いっていうのもあるんでしょうし、まあ最近いろいろとね、えー、スキャンダルが出たからっていうのもあるのかもしれませんけども。まあだからやっぱりドジャースに移籍するっていうのはかなり注目をね、高める部分であったと思うので、まあ小いちゃいことも、 結構まあ、えー、騒ぎになるのかなーなんていうのは思いましたけどもね。まあ、ドジャースはどういう対応をするのかなっていうところでしょうかね。まあ、話し合いは続いているという感じなので、まあ何かしらプラスであるんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、そんな感じでしょうかね。個人的にはね。うん。だからやっぱり会う時間っていうのは、まあそこが一番大事な部分じゃないかなっていう話ですね。 続いて明日からですね、ドジャースとカブス戦になりまして、ここで日本人対決ということでね、注目される部分ではあるので、まあ、ちょっとね、明日から参戦は楽しみな試合が待ってるかなと思うんですけども、 まず1戦目ですね、えー、ドジャースの方がミラー。カブスはヘンドリックスが先発ということになりますね。で、2戦目がですね、えー、ドジャースの方が山本義信ということになってまして、カブスの方はウィックスですかね。左ピッチャーという感じになってますね。そして3戦目がですね、ドジャースの先発がストーン。そしてカブスの先発が今永翔太ということになってますので、まあ、こちらで、えー、大谷翔平と今永翔太と対決が見られるのかなと思いますしね。 で、山本義信対鈴木誠也っていうことでね、そちらも注目かなと思いますので、いやー楽しみですね。うん。結構大きな、まあ、このね、参戦になるかなと思いますんでね、まあ注目したいなと思いますし、やはりね、日本でも注目されるんじゃないかなとは思いますけどもね。で、まあ、カブスの選手で言うとね、注目どころはやっぱり、 まあね、鈴木のせいさんね。うん。まあそこはもちろん注目なんですけども。まあベリンジャーもね、再契約して戻りましたし、あとは外野手で言うとハップがね、いたりしますので、あとは内野的に言うと、えー、ブッシュですね。ドジャースからトレードで行ったブッシュがいますし、あとはえー、モレルがね、調子がいいのかな。うん。という感じで見てますけどもね。あとはスワンソンがいたりとかですね。で、あとはニコホーナー、マドリガルなんかもいますね。 で、キャッチャーはアーマヤとゴームズという感じになってますので、まあその辺もね、ええー、いい選手たくさんいますので、相手チームとしても注目どころはね、高いのかなと思いますけどもね。という感じで、明日からドジャースとカブス戦ね、参戦となりますので、えー、日本人対決がおそらく見られると思うのでね、まあ非常に注目していこうかなと思いますね。 ついて ESPN の方にですね、この1週間ね、えー、終了したと、シーズンが1週間経って、えー、今の、まあ、MLB のチームのパワーランキングはどうなっているのかということでね、出ておりまして、1位はブレーブスということでね、えー、前回ランキングだと1位ということで、 ま、開幕前かなのパワーランキングで1位で、現状も1位ということで、3勝2敗ですかブレブスはね。で、ドジャスが2位で、前回順位も2位ということで変わらないということで、ドジャスは7勝2敗。ヤンキスがね、3位に上がってきてますね。前回が7位とかの評価だったんで、ま、もっとね、多分低い評価のところもあったと思いますけども、 えー、6勝1敗ということなんでね、えー、まあ、開幕スタートとしてはね、え、開幕スタートダッシュは決めたということと、あとは外がね、えー、かなり活躍しているっていうところがね、まあ大きいかなと思いますし、まあ先発もそれなりに行ってくれてで、あとはリリーフがちょっとね、頑張ってはいるので、まあ、その辺もね、プラスしてというところと、またジャッジがちょっと、えー、またね、上がってきそうな感じではあるということなんでね、この後もまた、 勝っていってもらいたいなと。で、オリオールズが4勝2敗ということで、4位ということで、前回も4位ですね。で、レンジャーズが5位ということで、前回ランクは6位だったので、ちょっとね、1個上がってると。で、ダイヤモンドバックスが6位。で、前回ランクが9位なんでね、こちらも上がってるということですね。まあ、ダイヤモンドバックスのね、ブレイズ・アレクサンダーだっけな。うん、あのー、ショートに入ってたかなと思うんですけども。まあ、彼も昔から名前は知ってたんですけどもね。 えー、出てきたかと思ってね、結構いい感じでやってんだよね。足も使ってみたいなところでね。だからちょっとね、えー、彼に注目したいなと今後ね、えー、ダイヤモノバックス若い選手多いですけども、まあ、去年も結構出てきてたしね。ただ今年もまた出てくる感じではあるのかなと思うので、まあ、ちょっと注目したいと思いますし、うん。ちょっと覚えといてもらえたらなと、という感じですね。で、あとはですね、えー、フィリーズが、 7位ということで、えー、前回ランクが5位だったので、ちょっと落ちてるという形ですね。で、アストルズは8位ということで、アストルズは前回ランクが3位だったんですけども、2勝5敗ということで、まあ、ヤンキースにちょっとね、えー、スイープ食らったっていうのが大きいかなと思いますけども、8位にランクダウンと。9位がシアトルですね。前回が10位だったので、1つアップ。で、タンパが10位で、えー、前回は8位だったので、2ランクダウンですかね。 あとはブルワーズがですね、11位でして、えー、前回が21位だったので、えー、10個上がったという感じですかね。まあ、そんなところになりますね。まあ、これでトップ10ちょいですけども、まあ、そんな感じになりますので、まあ、全部見たい方は ESPN をね、検索していただいて見ていただけたらなと思いますけどもね。 まあ、ヤンキーさんちょっと好調で上がってきたので良かったし、まあトップ2のね、ブレーブスとドジャースっていうのはちょっとあんまりこの辺のランクは動かないかななんてずっとね、見てますので、うん、これがちょっと入れ替わってるね、えー、まあ、えー、ところはありますけども、まあ基本的には1位、2位にいるかなって感じなのでね。 まあ、ここはちょっと固いのかなと思いますが、まあ、ちょっとヤンキースが頑張ってきたということですね。まあ、このまま行ってくれたらなと思いますし、ドジャースもね、このまま順調にね、今来てますし、あとはね、昌平がまた打ち出してるので、ここでね、続いてね、カ戦でも打ってくれればですね、まあ、もっとね、強力になっていきますし、まあ、ずっと順調に行くかっていうとね、波はあるでしょうしね、他の選手もそうだし、チームとしての波もあるんですけども、まあ、負の方をどうにか少なくするっていうのがやっぱりね、 え、チーム状態、そして選手のね、部分においても大きいですから、それが長引いちゃう選手っていうのはやっぱりなかなか、うん、厳しい部分ではあると思うんですけども、それをいかに少なくするか。で、まあ、打てない時期でもどれぐらいね、うん、打てないかにもよって変わりますし、まあ、そんなに打てないと言ってても打ってるっていう状況がね、うん、まあ、ダメージを最小限にするというかね、まあ、それを少ない時期でやればっていうところでね、で、また、好調の方向に上がっていければっていう話なので、 まあそれは選手、チームともにね、言えることだと思うんですけども、まあその負の部分をどうにか、えー、負でもいい状態割と、プラスそこを短い期間でね、抜けるっていう感じがね、大事だと思うので、まあそうやってね、進んでいってもらえればいいなと思いますけどもね。まあこれは本当に、えー、ヤンキースもそうですし、ドジャースもそうだし、まあ、えー、所属している選手もそうだしという感じですけどもね。というところで、えー、まあ現状のね、1週間終了したパワーランキングということでね、出ておりました。 そして、ここからトレードルーマーズですけども、アスレチックスがラスベガス移転予定でですね、まあ、その前に、ちょっと球場どうするのかっていうね、本拠地どうするのかみたいな話になってましたけども、えー、サクラメントに、えー、2025か2027ですかね、はそこでプレイするということになったという話で、で、サクラメントアスレチックスになるわけではなくて、ただのアスレチックスになるという感じみたいですね。で、現状のですね、コロシアムのね、リースを、 まあ3年で60ミリオンですかね。っていう感じで出したんですけども、まあそれも受けなかったとアスレチックス側はね、おそらくね。で、これはまあ結構な、えー、価格の割引があって、前回だと97ミリオンかなとかだったらしいので、まあまあ安くはしてもらったのかななんて思うんですけども、ただそれでもね、えー、サクラメントに行くということにしたという話ですね。 で、その後、ラスベガスの新スタジアムで、えー、やるという感じにはなると思うので、まあそういう感じですよね。だから移転すると来年からはね、という形にはなるという話ですね。そしてですね、えー、マーリンズの若きね、えー、まあスター候補、ペレスですけども、トミー・ジョンがね、えー、必要になってしまって、まあ欠場することがね、まあ濃厚というかまあ発表されたと。まあ濃厚というかまあ欠場することになるんですけども、2024年ね、が発表されたということで、 えー、手術は月曜日に行われるということも書かれておりますけどもね。まあ、やっぱりなんか彼なんかも非常にこう大事に使われてみたいな感じで、えー、無理させないというかね、若かったしデビューもね。というところで来てたんですけども、まあ、やっぱりそういうトミジョンってなっちゃうんだっていうことでね、まあどうにか防げないものかっていうのと、 あとは、そうやって大事にしてても、まあなってしまったっていうので、どうしようもないのかなっていう感じがね、やっぱり出ちゃうというかね、まあ無理なんでしょうかね、やっぱり、まあボールうん。だって結局、まあメジャーなんか、メジャーなんかというかアメリカ的に言うと、日本みたいにめちゃくちゃ球を投げてきてるっていうわけじゃないわけじゃないですか。もう前からね、え、ある程度、若いうちある程度ね、球数が制限されてたりとか、まあいろいろとそういうのもあって、 まあ、それで来ててもね、手術してる人がいっぱいいるんだよね。やはり、球の問題なのかね。うん。どうなしようかね。まあなんか日本人がね、怪我すると、まあ日本はね、若いうちからめちゃくちゃ投げてるからみたいな感じになるけども、 でも結局ね、えー、それを調整してね、やってても手術になっちゃうからね、らそこ原因なんじゃないんじゃないかみたいなね、うん。結局まあ何かしらね、ボールとかいろいろとあると思うんだよ、やっぱりね。そこをちょっとやってあげないと、なんか損失じゃないですか、いいピッチャーもね、よく手術になっちゃうし、でこれからのっていう人もね、そういう風になっちゃうので、まあもう野球というスポーツ自体がまあね、なんか人間はああやって投げるのが、 まあそういう体のしてないっていうのも言われてるから、まあなんかね、しょうがないのかもしれないんですけども、ただね、なかなかやっぱ多いよねっていうのはあるのでね、どうにかしたいなぁと思いますしね。なんか自分がやっぱ応援してるね、選手とかが、まあ昌平もそうですけども、まあ彼もバッターだから、 えー、今シーズンも見れてるけども、彼がピッチャーだけでね、応援してれば、まあ見れないからね、彼のプレーがね。だからなんかファンもなんか残念じゃないですか、めちゃくちゃ。だからね、えー、そういうのも含めてどうにかしていってほしいなと思いますけどもね。ただ今後ね、どうなっていくかなんで、まあ今すぐっていうのは難しいわけですけども、まあどうにかこれが原因だっていうのが分かってるとは思うんだけども、なんとなくね。ただそこをいじくれないみたいな話だと思うので、 まあだから現状ね、えー、どうにもなってないんでしょうけども、でも最終的にはどうにかしてほしいよなと思いますけどもね。明らかにまあ、ね、前からもそうですけど多いじゃないですかね。なので、まあその辺がね、どうにかピッチャーがね、怪我しないようにというか、まあそれでもしちゃう人はしちゃうんだけども、気をつけてでもしちゃうってことは、まあ何かしらがあるわけですからね。まあそこをちょっと解明して、えー、そこを変更してみたいなところでやってもらえたらいいなと思うんですけどもね。 ちょっとやっぱ残念ですよね。こうやって怪我しちゃうっていうところがね、多く出てくるのはね。ということで、えー、マーリンズ・ペレスがトミージョンということになりましてね。うん。ちょっとやっぱ残念だよねっていうところですね。という感じでね、えー、今日はこれぐらいで終わりたいかなと思いますね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、X のフォロー、コメントよろしくお願いします。で終わりまーす。ということでね、えー、ここから雑談ですけども、えー、まあ、桜もですね、なんか、ね、東京はですよね、 そこそこ咲いていたんですよ、この前ね。で、もう満開なのかなまあ満開か知らんけども、結構もう満開になったみたいな報道ですもんね。で、いつだっけなえー、二日前か三日前ぐらいですかね。に、まあ二日前か。中目黒を夜ね、ちょっと歩いてたんですよ。で、スタバで豆を買おうと思ってね、ロースタリーで。で、雨降ってたりしたので、まあ今日は人そんないねえだろうな、みたいな感じで、えー、歩いて行ったら、 めちゃくちゃ人、まあ、めちゃくちゃって言うと、そんなにいないんですけども。だから僕がいつもこう夜あそこの川沿いを歩いているイメージからすると、めちゃくちゃ人が多かったって感じなんですよね。で、桜もそんなに咲いてないだろうなと思ったんですよ、まだ。ただ結構咲いててね。あ、だからまあそれだけ人いいんだと思って、こんな雨降ってんのにと思ってね。うん、だからそこそこ咲いてんだと思ってたんですけども、 まあもう、まあまあ咲いてますもんね。かなりね。で、あそこ屋台みたいなのね、出てるんですよね。川沿いに。で、時間帯だったからなのか、雨だったからかは知らないんですけども、まあなんかやってないんですよ。ほぼほぼね。で、結構な人たちが、例えばなんかベビーカステラだとか、まあなんかそういうのあるじゃないですか。それをね、目がけてきてたらしいんだけども、あれやってないみたいな人がいっぱいいてね。うん。 だから、まあ雨だからやってなかったのかなとは思ったんですけどもね、時間帯だったらなんとなく分かってできてると思うからね、うん、という人たちが結構いてね。で、まあ、えー、外国人の観光客も結構いてね、まあ賑わってましたけどもね、まあ、そんなところで桜もまあ咲き始めて、ちょっと今日は天気が悪いんですけどもね、まあ今年はね、だいぶ遅かったんじゃないかなと、いつも3月ぐらいにね、えー、まあ見てたりしたので、 まあ今年はちょっと4月までね、残ってるということで。まあ入学式がもうちょいですかうん、だからそこにね、桜があるっていうのもなかなか最近はなかったんじゃないかなと思うんでね。まあね、入学式残ってる、桜残ってるってはいいんじゃないかなと思いますけどもね。という感じでね、えー、その、ロスタリ行って豆買って、で、コーヒー飲んでね。で、ちょっと、えー、寒さをね、待ち合わせしてって感じで帰ってきましたけどもね。まあそんなところで。 まあやっぱね、スタバのコーヒーというか、ローサリーのコーヒーはうまいんですよね。で、ポイントもめちゃくちゃ溜まってたので、まあ、それをね、使ってコーヒーを買いましたけどもね。でも桜の時期なんで、今って整理券みたいのがあって、それ取らなきゃ入れないぐらい混んでるんですよね。なんで、まあ、えー、ちょっと桜が落ち着いてからね、行った方がいいかなと思うんですけども、昼間とか行くんだったら、なおさらね。だけどまあ、えー、綺麗なんですよね。やっぱね、あそこから、まあ見るのがね。だから人は結構いますけどもね。 もし行く方は早めに行って整理券取らないと、まあ、本日のね、配布終了しましたってなっちゃって入れないって感じにはなってんだろうと思うんで、まあ、毎日ね、その X の方で流れてますけどもね。もしね、行く方は早めに行ってもらえたらいいなと思いますけどもね。まあ、晴れた日に行けば多分今ちょうど綺麗なんじゃないかなと思うんで、あの辺ね。まあ、おすすめではありますけども、人混みが嫌いな人はま、無理だし。まあ、人混みが好きな人はいないんでしょうけども、ね、そもそもがね、 ただ、まあ、それに耐えられる人は行ってもいいかな、みたいな感じですかね。それぐらい多分人はそれなりにいるのかなと思うんでね。まあ、でもそれでもおすすめはおすすめだよね、っていう感じですね。それに耐えられればっていうところですけどもね。僕は耐えられないので、そういう時は行かないという感じになりますけどもね。ということで、まあ、雑談もね、これぐらいで終わりたいと思いますけどもね。